何それ。うん、ちょっとお腹が空いたからさ。あ、よし、オッケー。ちょっと見せて見せて。おお、すげえ。どうすんの、どうすんのこれ。画面をタッチすんの。うわあ、めっちゃ見ない。すごい魔力を持ってても自由に使えないんじゃ、私の魔力は到底盗めないから。めっちゃ動かった。でも見たい、開けたい、暴きたい。しかし遅えな、あいつら。空間で迷子になってたりしてな。どうした、食わねえのか。うおー、いつまで触ってにゃー。行くよ。どこに。兄貴のところに決まってんでしょ。え、今か。なら教えてやろうじゃないの、敗北の味ってやつを。来な。私はあんたと戦う気なんてないよ。ああ、戦わずして負けを認めさせてやるって言ってんの。なめてんのか。そんなの認めるわけねえだ。そういうことかよ。いやー、さすが西野キング、顔パスでいい部屋だな。ソファーもふかふかだぜ。そうですね、それじゃあ言葉に甘えて。はやっ、ここでかよ。参った。俺を疑ってたってことは、俺の力が全開になったらパクれるってことだろ。さあ、それはどうかに。覚えとけ。もういいだろう、さっさと出してくれ。うん、じゃあご飯行く。ああ、あんた好きっしょ。いや、食べたことない。外人さんかい。できれば回ってて欲しかった。ムカつくけど実は結構いいやつだな。あんた単純すぎ。おっさん、今のとろける超うまいやつ。よっぽど眠かったんだな。ベッドまで運んでやるか。俺がか。俺に運べってか。無理だろうな。あれ、ん、どうした。なんか冬美の足消えてね。